皆さんこんにちは。航空工学専攻長の角と申します。本日は広島大学歯学部航空工学で一体何を学べ、そして将来的にどういった職業に就けるのかということにつきましてお話をしたいと思います。広島大学歯学部航空工学は4年生の歯科技工士養成機関であります。この4年生の歯科技工士養成機関は全国で3カ所ございますが、広島大学は全国に先駆けまして最も早く誕生した歯科技工士の養成機関、4年生のものでございます。歯科技工士の養成機関ではこのように入れ歯を作ったり、あるいはかぶせ物をしたり、またマウスピースなどを作る実習や講義を行っておりますが、広島大学の航空工学特有なものといたしまして、それだけではなく様々な実習や講義を行っておりますので、それについてお話ししたいと思います。まずは航空工学専攻の授業科目についてお話ししたいと思います。広島大学歯学部航空工学では歯科技工士の資格を得るための講義や実習のみならず、高度な医療スキル、あるいはバイオ工学といった授業実習を取り入れています。このバイオといいますのは、例えば、細胞を扱うような授業や実習、工学であると AI、あるいは、歯科材料などを勉強するような、授業がございます。このような、通常の歯科技工士だけではなくてですね、その育成だけではなく、いろんな、バイオや工学といったことを学ぶことによりまして、新しい医療を創出できる、我々オーラルエンジニアと、呼んでいるんですが、そういった、人材を育成するということが、広島大学歯学部航空工学の、目標となっております。まずはですね、この黄色で書きました高度な医療スキル、バイオ工学といったものにつきまして、どういった授業をしているかということを、見ていただきたいと思います。高度な医療スキルの一例といたしまして、人工ボディやエピテードの製作実習を行っています。これは例えば事故で手を失った方、あるいは足を失った方、あるいは癌で乳房を失った方などのために、これはプロの方が作ったものなんですけれども、例えば指を実習で作ったり、それからあるいはこう目をですね、実習で作る、これはもう実際に学生さんが作ってくれたものなんですが、こういったものの制作実習を行っています。こちらはいわゆる義眼を作るための、実習風景でございます。このような過程で、義眼を制作していきます。高度な医療スキルの別の例といたしまして、リハビリメイク実習というのがございます。リハビリメイクといいますのは、このように何らかの原因で顔に傷を負ってしまった方のために、メイクを施すという実習なんですけれども、和樹玲子さんという方が、考案されたものでございます。実際にこの実習には、和樹玲子さんの会社の方々に来ていただいて、実習を手伝っていただいております。この実習は全員ではございませんで、希望者のみ受講ということになっておりますが、この実習を受けていただいた方には、このフェイシャルセラピストという資格が、与えられることになります。続きまして、このバイオ関係の、実習について、説明したいと思います。スライドに示しますように、バイオ実習ではこのように組織バイオ実習という細胞を実際に育てていくというような実習を行っています。この実習につきましても学生の希望者のみということになりますが、この実習を受けていた方々には細胞工学士の資格が得られるということになります。ですので、航空工学専攻の学生さんは歯科技工士の資格および、この細胞工学士の資格、そして先ほどの、リハビリメイクの資格の3つを、得ることができるということになります。なぜ、
この将来歯科技工士になるための、この養成機関でこのような、細胞工学士の資格、細胞培養実習などを行うかということを次に説明いたします。従来までの歯科技工士さんの仕事といたしましては、このように、入れ歯を作ったりあるいはかぶせ物をして、失った歯を、修復するというのが一般的でございました。しかし今後はですね、患者さんから、細胞を取ってきましてそれを培養して、いろんな、組織を作ると、そして、それを移植して、失った、組織や臓器を再生させるということがおそらく、今後将来、可能になってくると思います。もちろんその中には、歯も含まれます。ですから、入れ歯や、かぶせ物で修復するというのではなくて患者さん自身の細胞から、歯を再生すると、そしてそれを患者さんに移植するという時代が来ると、考えられます。そういった時代にも、対応できるように未来の歯科技工士としては細胞培養などを行っているようにですね、そういったことにも対応できるように我々は実習を行っております。先ほどのが培養実習関係のお話でしたが、続きまして工学関係の実習についてお話をしたいと思います。工学の実習では 3D プリンターを使った手術支援模型の製作実習を行っています。こちらは実際に、広島大学病院で行われている CT を示したものなんですけれども、例えば顎の骨について、撮影すると、大量のこのスライスデータというのを得られることができます。このスライスデータから 3D モデルを構築いたしまして、この 3D プリンターといわれるものを用いてこのような樹脂であったり石膏に近いようなものの模型を作成することができます。この作成した模型を使いまして実際に手術を行う先生方は例えばこの顎の骨を切らなきゃいけない場合にどういったところで切れば安全なのか、そういったことをシミュレーションすることができるわけです。そういうための模型が手術支援模型というわけなんですけれども広島大学の航空工学ではこのようなもう顎の骨だけではなくて、いろいろな臓器の、模型を作成するということを行っております。ですから、航空工学といいまして、口の中、だけの名前にはなっているんですけれども、実際の実習では、人間の体の いろんな臓器をですね、製作するというような実習を行っています。工学実習の一つに CAD CAM 実習というのがございます。これは実際にこう歯のデータをですねデジタルデータをコンピューターに取り込んでコンピューターの画面上で歯をの設計をすることができます。そして実際にこのような機械で歯の失われた部分を製作していくということができるわけなんですが、これは実際に、前歯ですね、前歯を失った方のために、CAD CAM を用いて、作成した、ものなんですけれども、これは実際にもう今の歯科業界では非常に、対応されております。ですから、そういったことにも対応できるような、歯科技工士を育てるためにこのような CAD CAM 実習を行っています。以上、航空工学の特徴的な事業や実習についてご説明いたしましたが、もちろんですね、歯科技工士の資格を得るために通常の入れ歯であったりかぶせ物であったりそういった従来の歯科技工実習っていうのはもう十分に時間を割いて行っております。続きまして航空工学における特殊なサークル活動についてご紹介いたします。航空工学では3つの特徴的なサークル活動がございまして、そのサークル活動を通して通常3年生からの研究を行うところを2年生からの研究が可能ということになっております。1つ目はバイテックといいますのがバイオテクノロジークラブ、細胞や細菌の生化学系の実験を行うことができるサークルです。次にアートテック、
アドテックというのは、人工ボディや特殊メイクなどを、体験できるサークルでございます。そして、最後ハイテック、これはハイパーテクノロジークラブといいまして、 AI や 3D プリンターを利用するような、実際にその使って行えるような、サークルでございます。続きまして航空工学専攻の入試についてお話しいたします。入試の機会は3回ございます。1度目は光輝き入試、いわゆる選抜型の栄養入試でございますが、募集人員は3名となっております。そして一般選抜では前期と後期それぞれ12名と5名で合わせて20名の人員を募集しております。これは航空工学専攻の志願倍率についてのグラフなんですけれども、縦軸が倍率、横軸が粘度となってございます。下からこの青のラインが光り輝き入試、そしてオレンジが前期日程、赤が後期日程となっております。ご覧のようにですね、前期後期に行くに従いまして志願倍率は非常に高くなっております。光り輝き入試はですね、倍率はそれほど高くないんですけれども、募集人員が3名ということで、皆さんちょっと遠慮されるところがあるんですけれども、実際は、この光り輝き入試が倍率は一番低くなってございますので、ぜひですね、この光り輝き入試を、利用していただきまして、受験していただければと思います。次の主な就職先についてご説明いたします。通常歯科技工専門学校を卒業すれば歯科技工士としてのみ働くということになると思うんですけれども、広島大学の航空工学の卒業生はさまざまな分野で活躍しています。これが非常に特徴的だと思うんですが、もちろん歯科技工士としても働いておりますので、ただその中でもですね、特に大きな病院で働く方が多いです。広島大学病院、あるいは長崎大学、北海道大学、いろいろなところですね、大きな病院で歯科技工士として就職しているという卒業生が数多くございます。また歯科技工士以外ではですね、小林製薬や塩野義、大塚中外などといった大手の製薬会社で就職しているものが多くございます。またパナソニックヘルスケア、日立メディカルコンピューターの医療部門で働いている方も結構いらっしゃいます。また池山メディカルジャパンというのがございますが、これは先ほど申しました人工ボディを作る会社なんですが、実習を通してこのような会社に就職しているという方もございます。またこの和樹玲子と書いておりますが、これは先ほど出ましたリハビリメイクを行っている和樹玲子さんという方の会社名が和樹玲子というんですけれども、実習を通してそのリハビリメイクにですね興味を持ってそちらに就職をするという卒業生もございました。またこの GC 森田吉田というのは歯科企業のですね大手なんですけれども、こういったところにも多く卒業生は就職しております。また研究機関では広島大学はもちろんですね、大阪歯科大学や鶴見大学などで研究者として就職するという卒業生も多くございます。また公務員ですね、行政では広島大学、高知大学、広島県や他の県などですね、公務員として働く卒業生も多くございます。このようにですね、歯科技工士のみならずですね、製薬会社や企業、公務員、いろんなところで卒業生は活躍しております。このように就職の幅が非常に広がるというのが広島大学航空工学の最大の特徴ではないかと考えております。就職率は 100% です。これは広島大学の中でも非常に高い就職率でございまして、これも航空工学の特徴だと思います。また大学院進学率も結構高いです。30から 50% の学生さんが大学院に進学いたします。
この大学院に進学することによりまして、さまざまな知識や技能を持つということが、またですね、次の就職先ですね、を選ぶことに非常に有利になりますので、我々もこれも推進しておりますし、学生さんにとってもこの大学院進学っていうのが次の企業、就職ですね、企業のみならずいろんな、機関や行政などに進学するためにですね、非常に有利となります。これは歯科技工士の年収についてのグラフなんですけれども、例えばネット上ではですね、歯科技工士の賃金が安いなどと言われることもあるかもしれませんが、実際にはですね、他の医療従事者と、全く変わらないというのが現実なわけです。また、広島大学の航空工学で、最新の、知識や技量ですね、CAD/CAM のようなものを、学んでいただくことによりまして、さらなる年収のアップを図るということももちろん可能でございます。航空工学専攻では明日の医療を作れる人材を育成しています。ぜひ広島大学歯学部航空工学に入学していただきまして、そこでしっかりと学び、そして社会に羽ばたいていただければと思います。教員一同お待ちしております。それでは、私のお話はこれで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。